こちらトランペッターの野と申します。本日、話そうかなと思うことはトランペットの、上達する、考え方ですね。でですね、次ですね、まず、最短の、上達法ですね、先ほど僕が、言った、ことにすごくこう近しいことなんですけれども、やっぱり自分で実験してみるということです。自分でまずそのなんか本だったりとかを見て、そこうなんだろうってまず決め込んでやらないっていうことなんですね。で、決め込んでやらずに、その自分の中でその一回吹いてみて、実験してみて、よかったらそこが自分のいい奏法の可能性が高いということですね。なので考え方的には、何かを見て何かをこうやるとか、例えば中難を見てやるとかじゃなくて、もっと感覚的なところに重点を置いてください。で、あとは、いい演奏をたくさん聴くっていうことですね。いい演奏をたくさん聴くことによって、そのイメージが湧くっていうことです。で、例えばそれはいい演奏を聴きに行かなくたとしても、例えば自分の先輩でめちゃくちゃ上手い先輩がいたりとか、少なからず自分より上手い先輩の、近くでどうやってるんですかとか聞いてもいいし、それを、真似したりとか、どういう風に、練習してんですかっていう風な、どんな教則もやってんですかって聞くのもありですね。はい。で、その先輩がなんか、いや教えないよとかって、そういう人は基本的には僕はもうボコボコにするんでっていうのは冗談なんですけど、まあ基本そういうような人は、音楽愛っていうのは少ないと思うんで、別にいいと思います。で、僕は教えます。それだったら動画とか見ていただければいいなと思います。で、3つ目に、大切なことは、まずその自分の音程感覚を養うということです。で、これは一人でなかなかやりづらいんで、結構僕はそのレッスンの時には自分とその生徒さんと、一対一、これどう聞こえますかとかってやることが多いと思うんですけれども、僕がそのアメリカ時代で、の大学でやったことって、まず初めにそういうこの音は何かっていうのをまずその感覚的に知るということです。で、絶対音感の場合はパンパンパンって聞こえちゃうんですけれども、相対音感の人が多いかなと思います。この動画を見てる中では、全員とは言い切れないですけど、絶対音感より相対音感の人の方が多いんで、で、相対音感の人はどういうことかというと、まずその基軸となる音をまず知っているということですね。知らなくちゃいけないというか、その基軸となる音を知って、そこからその次の高さの音ってどういう音やろうっていうのを知るということですね。これ相対音感なんですけど、その相対音感レベルを上げるというようなことをするとすごくいいかなと思います。なので、まず最短で、上手くなるって、言ったんですけど、これも先ほどの、お話だと、またそうやって言われるかもしれないので、これは言わないんですけど、一番僕がそのトランペット上達に向けてすごく大切なことって何かというと、そのインターバル、3つ目なんですけど、インターバルが、しっかりと自分で把握して取れてるかっていうのはすごく大切かなと思います。もっとその3つ上げてくださいってなったら、いろんな人はもっと違う3つ上げるかもしれないんですけど、僕がやっぱトランペットに対して大切なことっていうのは、やっぱりそのトランペットってやっぱりこれだけの楽器なので、ピアノみたいにドはドってここの音とか見えない楽器なんで、やっぱりここっていうのは頭でまずその脳というか耳で処理しなくちゃいけないので、今から自分が出す音っていうのをウィンカー出せなくちゃいけないんですよね。どうやったら自分の中で頭の中でどうって歌えないといけないし、言ったらベーでもいいんですけど、それを自分の中でこう出せるように、例えばピアノで、シノフラットのところを押してどう、次レーとか行くんじゃなくて、次何をやってほしいかというと、ここ大切なんですけど、半音階でやってほしいんですね。で、なんでかというと、全音ばっかり上手くなって半音がぐちゃぐちゃになる人が多いんですね。トランペットでよくあるのが、ドのシャープが全然弾けてない人とか、例えば、ミのフラットだったりとか、フラット系で急に音程を崩す方がいらっしゃるんですね。それってどういうことかというと、その例えば家を作るときに、例えば柱を 1,2,3,4 ってこう、例えばこう四角形の家を作るときに、さらにもっと強固な壊れない家にしようと思ったら、さらに 1,2,3,4 ってこう、骨組みを増やしたら結構頑丈になるじゃないですか。ただその柱が本当は頑丈なんだけど、そこがふにゃふにゃのなんかグミみたいな
ところだったらどうなるかというと、ちょっとの揺れとかちょっとのその跳躍とかをした時にもうガチャン倒れてしまうんですね。なのでそこを鍛えてほしいなと思います。なのでピアノでシノフラット、シード、ドシャープって鳴らして、トランペットでまあ、ドシャープ、レ、レシャープ、ミ、ファ、ファシャープっていう風な感じで押して一個ずつ試してみてください。はい。でそれで、まあ、マウスピースでも確認してみてください。でこの時のマウスピースの音っていうのは僕はよく言うんですけど、ビーンって鳴らしすぎないことですね。もうかすれてでもいいので、音程さえキャッチできたらいい。とりあえず最初はそういう風な感じでやってもらえばいいなと思います。なので、上達、最短上達の考え方って何かというと、基本的にはいろんな、情報をもとに自分で実験するということです。それが僕の動画でもいいし、もっとこの人の方が信じれるっていう動画でもいいし、で、例えば教則本でもいいし、自分の、 知ってる先輩でもいい、これ何でもいいです。お近く の、 トランペットの先生でもいいです。そういう人たちを自分より少しでも1ミリでも上手い先輩に頼るということをまずしてほしいなと思います。で、まあそこがいなかったら、まあ、僕は教えますし、何でも方法はあると思うんですね。だからやっぱり一人で何かをこう編み出すっていうのはなかなかきついものがあったりするので、だからまあ僕はその、まあ、自分の生徒を増やすっていう意味でもなく別に他の先生でも全然いいと思います。ただ僕が、その提供できるっていうのは今まで僕の経験値上を一番最短だったな、こうやって教えたら最短だったなとか、自分の中でやっぱり最短じゃないことをしまくりすぎたので、僕はなのでそこでもうこれはやってほしくない、僕と同じ経験をやってほしくない、だからその時にやってほしくないのをどういうふうにしたら最短でできたかっていうのを僕は教える、まあ教えるというか、まあ、シェアするというような役目なのでっていう感じで、やっぱりその自分で実験するっていうのは、まあ、その僕はその点ではその長く練習して意味はあったかなと思うんですけれどもっていうような感じですね。まあ、ちょっと話長くなったんですけれども、ぜひまあ、気になったらまあ、僕のノートなどにもいろんなその教則を載しているので、やってもらえればなと思います。でまあちょっとサンプルみたいなのも載っけたりとかもしてるんで、それ見てまあ気持ち悪かったらやめたらいいし、あ楽しそうやったらやってくれたらいいしっていうような感じです。はい、ってな感じでですね、見てもらえればなと思います。これからもよろしくお願いいたします。